30マスぐらいの15マス20マスぐらい、微妙だな。ちょちょ、え、ちょちょ、ケアだろケアだろケアだろ。30の20。おちょちょちょ、聞いてる聞いてる。30。おー、どうしたの。いや、さっきから何ブツブツ言ってんの。いや、お兄ちゃん、俺さ、この家もう作ってから長いこと住んでるじゃん、もう2年ぐらい。確かに長いね。でも気づいたことがあって、ちっちゃいなこの家。うん、ちっちゃい。ちっちゃい。いや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 、一人で住むには十分じゃないこれ。まあそうなんだけど、俺は普通の人じゃなくて、YouTuber だし。YouTuber だし。なんかもっとさ、いろんな宝物隠し部屋とか、なんかドッキリアイテム入れ部屋とかみたいな、なんかとにかくもっとね、バラエティ豊かな部屋にしたいんだけど、どうしても家が小さいなと思ってて。バラエティ豊かな部屋。はいはいはい、なるほどね。で、ちょっと今ね、これを広くするにあたって建築家の人にお願いしようと思ってるんだけど、建築家の人、知り合いの建築家の人誰かいたっけなと思っていろいろ考えてるんだよね。ピピちゃんとか。ピピちゃんはやめた方がいいかもな。ピピちゃんに家作らせるのはちょっとやめた方がいいかも。なるほどなるほど。ママはできないね、建築。ママできないか。まあ一旦さ、建築家の人にお願いするのはやめといて、俺がなんとかするから。え、お兄ちゃんが家リフォームしてくれるの。うん、無料で。無料で。マジ。 もちろん無料でいいよ。なんで急に。なんとなく最高のお兄ちゃんじゃん。大好き。ちゅどうも、マイクラ一級建築士、ケナスユでーす。はい、ということで今見てもらった通りなんですけど、ケナ太郎がね、家をもっと広くしたいらしくて、僕に頼んできました。なので、今回はね、ケナ太郎が多分喜ぶ、まあ、もしかしたら怒るかもしれない、とあるね、ドッキリやっていきたいと思います。ってことで、本日の企画は、ケナ太郎の家を長くするドッキリー。まあ、サムネ見たらわかると思うんですけど、あんな感じです。ってことでね、今からケナ太郎の家の間取りとかをね、教えてもらうためにルームツアーをね、一旦してもらおうと思います。で、ケナ太郎が見てない間に少しずつケナ太郎の家を長くしていったら、ケナ太郎は一体いつ気づくのか検証していきます。ケナ太郎チャンネル年内登録者20万人目指してます。チャンネル登録高評価してたくさんコメントしてください。あの、絶対にコメントしてください、見てる人。絶対に、絶対にお願いします。ってことで早速ドッキリ、レッツGo! 元大統領です。よし、ということで早速やっていきましょうか。早速やっていく前にまずコマンドで魔法のアイテムを出します。はい、こちら一見普通の木の斧に見えるんですけど、この斧を使うことで建築物をコピーしたり、そのコピーしたものを簡単にねコマンドで貼り付けたりすることができるんで、今回これを使ってケナ太郎の家をねどん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 長くしていこうと思います。一旦ケナ太郎の家行ってケナ太郎の家の中をね把握しようか。よしよし、ケナ太郎さん、開いた。あ、来た。はい、見てよ。何、こんな感じで間取り考えて。間取り、あ、これ家の。うん、1階、これ1階の間取りなんだけど。はい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 。この上のちょんちょんがこれ玄関で、ここなんだけど。はいはいはい。右に、右に部屋、ちっちゃく4部屋。真ん中は何これ。真ん中はこれ通路で、この先にこの階段がある感じで。あー、なるほどなるほど。こうやって2階に上がる感じで、で、こっち側にでかい2部屋、でかい1部屋と宝物入れ1部屋みたいな感じで。すごいですね。できる？しっかり設計図書いたんですね。うん、やばいよ、俺こんなん作れないんだけど。まあ、とりあえず OK って言っとくか。ちょっと計算させてください。はい、あれがこれで75の分25ブロックで。よし、いきます。いける？はい、イエーイ。じゃあお願いします。お、いいですか。じゃあとりあえず、はい、一旦このまあだいぶ変わるじゃないですかこれだと。なんで、はい、一旦どんな感じに家がなってるか調査とかしてもいいですかね。いいですよ。調査にあたって少しあのブロック壊したりするかもしれないんで、そこはちょっと許してください。後でちゃんと直してくれるなら。はい、戻すんで。なんか部屋の紹介とかした方がいいですか。あー、じゃあ部屋の紹介も一緒にしてもらおうかな。ここがリビングです。はい、リビングが分かるよ。ツルハシ取りました。あ、ツルハシでこれちょっとこうやってか一瞬確認したりするんで、でもこうやって戻すんで大丈夫ですよ。まあ戻してくれるならいいですけど、ここがリビングで、はい、この辺にあるものはちょっと僕の貴重な品なので勝手に取ったりはしないでください。はいはいはい。で、ここがお風呂場です。お風呂場、なるほど。
お願いしたかったんですけど、何でしょうか。お風呂とトイレがつながってるんで別々にと、はい、あのうんこした後にお風呂入ると臭いんですよ、あのお風呂場が。それはちゃんとケツ拭いてくれ。窓がないので。ああ、じゃあ窓もつけましょうかね。はい、うんこの匂いがこのリビングに入ってくるんですよ、これ。どんだけお前のうんこ臭いんだよ。5人死にましたからね。で、2階なんですけど、なんて言ってる前、なんかうんこで5人死んだとかさらっと言わなかった。まあいいや。で、これ2階ベランダで、まあこれシンプルにちょっとちっちゃいかなと思ってて、部屋の数的に、はい、こういうのも増やして、まあイメージですよ。イメージだと呪術高専みたいな感じの難しいな。呪術高専にしてほしい。なるほど、わかりました。イメージ湧いてきました。キャナ太郎さんが作ってほしい家の。あ、本当ですか、はい、ありがとうございます。なんで、まあちょっと今から作業開始にあたるんで、はい、まあ、キャナ太郎さんはちょっとどっかで時間潰すなり、まあ外で見学するなり見ておいてください。ちょっと俺仕事しないといけないんで。あ、2階の方います。ここで作業してて大丈夫ですか。あ、じゃあわかりました。1階の方やっておきますんで。わかりました、あの待っといてください。お願いします。はい、僕あのプライベートな仕事するんで見ないでください。プライベートな仕事。こちらキャナ太郎、ターゲットを捕捉した。ターゲットを捕捉。目標まで5メートル、いつでも処理を完了。処理を完了。 FBI どうぞ。 FBI どうぞ。待って、こいつのプライベートな仕事って FBI だ。まあいいや、無視しとこう。絶対 FBI。絶対 FBI ってなんや。よし、ということで皆さん早速やっていきましょうか。ケナタロの家を長くするドッキリ。いやー、これがまず1階なんですけど、まあ1階部分から取り掛かっていきましょうか。これどうしよっかな。どこを長くしよう。パッと思いついたんですけど、簡単にできるやつからやっていきましょう。コマンドでポンって開けて、はい、見てください。ここ簡単にできるなって思ったんで、ここをコマンドで広くしていこうと思います。よいしょ。はい、ここもコマンドでこれだ。ホイトできた。おー、伸びた。で、壁作っていきます。セット、ホイト、おー、できた。皆さんこんな感じで今回はね、長くしていきます。はい、皆さん できたちょっと長くなりました。これとかさ、移動させるか。これでちょっと一旦ケナ太郎が気づくかどうか試してみましょう。よし、ケナ太郎呼ぼう。すいません、ケナ太郎さん、ちょっと一個伺いたいんですけど。はい、何ですか。さあ、気づくかな。さりげなくね、下に連れ込みます。うん、お、気づいてない。何ですか。あ、そうです、ここのお風呂とトイレの場所あるじゃないですか。はい、これ建築の都合上、ここちょっとあの場所悪いんで、一旦ここ全部取り除いて、はい、こっちのスペースとかに後付けする感じでもいいですかね。できればそこがいいですかね。うんちした後すぐゲームできるからこっちがいいんだけど、でもどうしても窓がつけれなくて、その、はいはいはい、トイレ臭い問題が解決しないんだったらあっちでもいいですよ。おー、わかりました、ありがとうございます。気づいてないんだけど、はい、いやー、ちょっと下で見とこうかな、どんな風になるか。あー、見ときます。うん、ダメ。あー、いいですよ。恥ずかしいとか、なんか新しい間取りとかも考えとこうかな。全然いいですよ、見とって。こんな感じ、全然気づかないじゃん、こいつ。まあいいや、ということで、じゃあ皆さん第2弾やっていきます。ちょっと2回もやりたいけど、その前にじゃあこのお風呂場どうにかするか。はい、ここでコピーというコマンドを使います。すると僕が選択したところがコピーされて、こっちにちょっとキャンタロに見せてあげましょう。コピーと、あー、いいじゃん、できた。よいしょ、ちょっとこんな感じになったんですけど、どうですかね。あ、完成しました。何書いてるんですか。あ、こんな風にしてほしいなと思って。どんな間取りだよそれ。どんな家だよその。これなんかジャガイモみたいな家に。誰かの顔でしょ。あ、ちょっと見てください、こんな感じなんですけど。え、もう更新したの早っ。まだここ窓とかトイレ分けてないんですけど、うん、まあだいたいこんなイメージです。え、めっちゃすごい。え、まだあれ。え、あ、こっちで後でバンって言っとくんで。どういうことですか、これ。同じ、なんで同じ商品が2つあるんですか。あー、いや最初はまあこっちに似せて作ってみたいなね。どっからそんなアイテム出したの。今日手ぶらできてますよね。いい、普通にもうこれで回収してやっただけですよ。回収してやったのにまだそっちに残ってますよ。まあいいじゃないですか。まあちゃんとやってくれればいいからね。はい、ちょっと。てかめっちゃいいじゃん、これさ、ちょっとここ開けてさ、外、風呂場の。あ、いいですよ。あ、めっちゃいい。ちなみに隣トイレあります。そこトイレです。あれか、うんちこっち行けばいいのか。あ、そっち行ってもいいですね、もう。じゃあ俺、こうつなげようかな、こうやって。公衆便所とつなげるの。公衆トイレとつなげようかな。あ、じゃあ分かりました。じゃあ楽しんでください。俺じゃあちょっとここの工事しとくんで、はい、他の場所もなんかできたら教えてください。はい。うわ、やったー、トイレ2個あるじゃん、俺んちじゃ。なんか喜んでますね。ということで皆さんやっていきましょう。次なんですけど、はい、コピーして、これでコピーコマンドを打ってあげていきますね。はい、キャナタロの部屋伸ばしていきます。じゃん。
おお、すごいすごい、やばいやばいやばい、やばい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 ことになってる。まあ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 、ちょっともうどんどん伸ばそう、どんどん。皆さんちょっとね、コマンドこれ難しいんで、何やってるかわかんないかもしれないけど、コピー、あ、ダメだ、もうなんかおかしくなった。まあいいや、知らない、ケナ太郎が戻ってくる前にこれを一瞬で作り終えないと。オッケー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 、いいんじゃないですか。なんかめっちゃ出てきた。この辺のアイテムを消して、はい、皆さん、部屋大きくなった。よーし、いいですね。これ絶対バレるな、こんな長くなってたら。まあまあまあ、これでいいでしょう。ケナ太郎さん、あ、いた。ケナ太郎さん、ん、待って、めちゃくちゃ汚い音がなんか聞こえるんだけど。すいません、今、お取り込み中ですか。あ、いや、気がしました。口か。練習で、練習してました。いやいや、待って。あ、なんですか。いやいや、ちょ、公衆のおトイレと自分の家をつなげるって。画期的でいいでしょ。どういう神経してるんですか。他の人入ってきますよ。あ、別にいいっすよ、入ってくる。別にいいんだ。一緒にゲームできるじゃん、だって。一応、そうですね。2階の方とかどうやりたいか聞きたいんですけど。あれ、気づいてない。まあ、1階は完成ですよね。これも1階の方はもう。まあ、1階はこんな感じで。あ、ほんとだ。このお風呂の分、ちょっとここにスペースできましたね。このお風呂分のスペースになんか物を置いたりとかできるから、2階。でも、2階もな。お風呂分のスペースじゃないよ、この広さは。なんで気づかないの。2階なんかちょっと部屋が一つ欲しいんで、はいはいはい、ここの部屋にするみたいな感じがいいかなって思うんですけどね。ああ、オッケーです、わかりました。じゃあちょっと、てか、はい、何ですか。キャッチボールしてません。仕事中なんですけど。気分転換にどうですか。キャッチボールしません。はい、適当にボールぶん投げてやろう。適当にボールぶん投げてた間に建築するか。いきますよ。はい。はい。あー、ナイスボールでーす。いきますよ。はい。はい。はい、どんどん投げて。はい、ナイスボールです。どんどん投げて。はい。はい、よし、どんどん投げて。すいません、すいません。ちょっと。ちょっと。はい、ということで皆さん、今のうちにキャタロの家魔改造していきます。ここからここですね。どうすればいいだろうな。どこからコピーするかが重要。はい。コピー。そしてここでペースト。わ、すごい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 、今のうちにケナ太郎の家を伸ばします。やばいことになってる。ここでね、ペースト見てください。皆さん、とんでもないことになった。いやいや、何個ある、何個ある、めちゃくちゃ長い。これだとさすがにまずいんで、バレちゃうんで、はい、行きますよ皆さん。ここ一気にセットゼロ、じゃーん。やばいやばいやばい、次は燃え出した。ちょっとちょっとちょ、オッケー、でけー、すごい家になったんだけど、やっぱいろいろとなんか隙間風空いてるって。隙間風この辺閉めて、やばい、ケナ太郎帰ってくる前に急がないと。よし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 、よーし、できた。ちょっと待って、やば、やばい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 。できる限り自然な感じにしないと。こうやって柱ったりとか。はい、皆さん、ケナ太郎の家こんなに伸ばしちゃいました。あとはケナ太郎が帰ってくる前にちょっと微調整します。いつ帰ってきてもいいように。無理でーし。ちょっとちょっと、ゴール遠くに飛ばしすぎですよー。あれ、待って、やばい、この声は建築さん、もう来ちゃった。やばい、あ、はい、どうしました。ちょっと遠くに飛ばしすぎだって。すいません、本当に。もういいよ、俺の家の建築いいからさ、キャッチボール続きしようよ、うん、キャッチボール続きしますか。お互いこの白線の上に立ってさ、キャッチボールしようぜ。あ、グローブなくしちゃったんですけど、うん、あー、じゃああげるこれ、はい、ありがとうございます。え、気づいてないキャッチ、めちゃくちゃ家長くなってるけど。はい、あ、ナイスボールでーす。はい、いいね、楽しいね。やっぱうちはね、この白線があるおかげでね、ラインが引けて、これ楽しいんだよね。めちゃくちゃ広くていいですね。いいでしょー。ちょ、全然気づかないやん、こいつ、ね、いきますよ、勢いつけて。はい、じゃあ、間違えた。じゃじゃん、バーガー。何回これやればいいの。あの、皆さんもう気づかないんです。もうね、ケナ太郎の家丸ごとコピーしちゃった。何してるんですか。はい、いや、でもまあ素敵な家になったんで、もう帰ってもらって大丈夫ですよ。いや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 、ケナ太郎さん、ちょっと待ってください。まだ僕はやり残したことがあるんです。わかりました、待ってればいいですか。はい、ちょっと待ってください、本当に、はい、本当にやり残したことがあって。はい、よし、それじゃあ行きます。はい、これだけは俺がやらないと、この世界は救えない。ありがとうございます、優しいな。よいしょよいしょ、いけ、優しい、いけ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 、優しい。え、めちゃめちゃ家広くしてるけど気づいてない。ん、来た。どんな風に家具置こうかな、これ。ちょちょちょ、おい、俺んち思ったより広いからな。おい、あ、もういいですよ、帰ってもらって。いやいや、ケナ太郎、これ家伸びてるの気づいてる。え、いや、伸び、元からこんなんでしょ。元からこんなんでしょ。帰ってください。いやいや、じゃあここ降りれますか。無料なんですよね、ここから階段から。はい、降りて、はい、降りていきます。もう帰ってください、邪魔なんで。えぇ、ー、何ですか。なんでお前気づかないんだよ。何、いつもと変わらない
家じゃないですか、どっからどう見ても。はい、皆さんダメでした。ケナ太郎は僕が家リフォームしても気づいてくれませんでした。長くしてもおかしいだろ。帰ってください早く。やってられるかお前と。もう動画撮らねえよ。なんで？ん？なんかいつもと違う？わかんないんだけど。めちゃくちゃ家長くなってるやろ。うん、トイレも繋がった。バイバイ。はい、じゃあねー。バイバイ。最後に一言。家帰りな、一旦。家帰りな？ん？おい？おい、ちょ、おい？ドッキリしてるの気づいてるよ。ちょっと待って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 。ちょっと待って、おいふざけんなよ。お前だなー、ドッキリしてるなー。おい、ちょっと待って。くそ、こうなったら、武力行使だ。昨日の隊、昨日の隊、ロケランで戦うってのが、おらー！バカ野郎ー。無賃だ。